プロジェクト D？ レッドサンズの高橋亮介が作った地方遠征専門のスペシャルチームだってさ。遠征先の路線名とコースレコードをちゃんとホームページで公開してるんだぜ。すげえことやるな、高橋亮介も。え、じゃあ地方遠征ってもう始まってんのか？また車輪？この前添削したばかりじゃない？あれはフラットを削っただけだから。ここ一番の勝負用に鍛造削り出しの車輪が編成分必要なんだ。頼むよナオ、この通り稟議書にハンコついてくれ。トールは D 事業にのめり込みすぎだよ。少しは昇進や将来のことも考えてよ。入社してもう6年になるのに、このままじゃいつまで経っても平社員のままだよ。トールの一線系、手を入れれば入れるほど変になってくじゃない。乗り心地は悪くなるし、うるさくて車内放送も聞こえないし、最速達列車に運用を限定しても、お客様からはボロっちくてエアコンの効きも悪いから、特別料金どころかタダでも乗りたくないって言われてるのよ。ボロっちいとはなんだよ。分かった、そこまで言うなら認めるわ。そろそろお時間です。ただし今度のバトルに負けたら一線系はノーマルに戻すからね。え、私本気だからね。トールには乗務を外れてもらって、次の昇格試験に合格してもらうから。もしも約束を破ったり試験に落ちたりしたら解雇するからね。そんな約束意味ないぜ。俺絶対負けっこねえから。おはようございます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 。社長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 。そりゃやばいよトール。そんな約束されられること自体問題ですよ。それは分かってるけど、そういう話は後にしてくれ。とにかく勝つ。ナオのことは大切だけど、走り屋やめるなんて冗談じゃねえ。俺はこのバトルに勝って走り屋とナオ両方を取る。そうだ、バトルに勝ったらプロポーズしよう。ナオ、お前のための勝利だ。結婚しよう。え、結婚？そんな話だったっけ？経営者からの退職勧告だと思うんですが。トール、来たぞ。すげえやるかもしれねえ。何をやるにしてもすごい集中力だよな、凌介って。大阪を出てからあの格好のまま微動だにしないんだぜ。ま、凌介の考えてることは俺たちには分かんねえこと多いけど、いつも最後は必ず凌介の言った通りの結果が出る。信じていいぜ海広。あれは寝てるんだ。大阪からずっと。松本、水をくれ。いつもながら不気味だぜ。キュー、いつの間に起きてたんだ。あいつと付き合うようになるととにかくびっくりするようなことばかりなんだ。よし、始めるか。海広、例のやつ頼む。任せてくれ。奴らのたるんだケツに地獄の攻め符を注ぎ込んでくるぜ。いや待て、
その例のやつじゃなくて、あの例のやつだ。その例のやつは一体どういう例のやつなんだ。こんな面白いチームに負けてたまるか。昨日一晩練習しただけで今夜もうバトルなんだって、信じらんねえな。どれほどテクニックのある奴らでもたった一晩で地元のスピードに追いつけるわけねえって。しかも相手は昭和35年生7000系パノラマカーと同世代だってよ。やめんなよって感じ。それがよ、あの車関西じゃ結構有名なんだってよ。そうなのか、信じられねえな。スーツのダウンヒルは半端じゃないぜ。名古屋までに決着がついちまうんじゃねえの。末次トールだ、よろしく。藤原拓海です。なんだこの感じは。トール、あいつらやっぱ普通じゃないぜ。あの阪急2000系、うちの7000系と同時期の車だから楽勝だろうと思ってたんだが、今まで聞いたことのない走行音だったぜ。絶対何かやってるに違いない。お前が負けるなんて思ってないが、舐めてかからない方が良さそうだぜ。ああそうだな。おい、なんか匂わないか。そんな気分はとっくに吹っ飛んでるよ。今までこんな風に感じたことはなかった。痺れて痺れてたまんねえぜ。向こうの希望でまずダウンヒルからってことになった。バトルは用意ドンバトル。ただしスタートは変速でやる。名鉄岐阜は出てすぐに単線部分があるからな。伏線区間に入って頭を揃えてからタイミングを合わせてスタートする。それじゃカウント始めんぞ。5秒前4、3、2、1、ゴー。始まった。トールさん、俺はトールさんの強烈な回復運転にしびれて名鉄に入社したんだ。トールさんのパナスパにダウンヒルでついていけるやつなんて一人もいないよ。よそから来たポンコツなんかに負けるわけねえよ。バトルの醍醐味は何といっても限界ギリギリのコーナリングだ。一目見てすぐ分かったぜ。お前だってそうなんだろう。トールが先行してるぜ。あんな遠くからドリフトで突っ込むか。怖ぁ、今の見たか。すげえ。阪急もついてるぜ。トールが相手なら負けたって恥ずかしくな。自分のリズムを狂わされたらダウンヒルは命取りだ。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。あの1000系回のダウンヒルはハイスピードの突っ込みに全てをかける荒っぽいスタイル。ありとあらゆるコーナーで完成ドリフトで進入する。突っ込みのスピードをギリギリまで高めるところから全てが始まるドライビングスタイル。特急用とはいえ、スペック的には平凡な1000系という車によってあいつのテクニックは育てられてきたと言ってもいいだろう。誰かとそっくりだな。そうだ、藤原と2000の関係によくなった。たった一つの違いを除いては。
2000を振り切れねえって。どうなってんだよ。わけわかんねえよ。トールが長い間の走り込みで身につけた最大の武器は、誰にも負けねえツッコミの速さだ。あのツッコミにかなうやつなんかいねえはずだよ。あいつはここの全てのコーナーを知り尽くしている。昨日一晩だけ走ったのとはわけが違う。それなのにあの2000は離されるどころかついてきてるってのか。さすがというか、ここまで俺にくっついてこれた奴は今までいなかったぜ。あれが普通の阪急2000系じゃないことは間違いないが、そんなことよりは乗り手の問題だ。すごい奴だぜ。けど追い詰められてる感じはしねえな。多分向こうはついてくるだけで目一杯なんだろう。このバトル勝てる。無理についてくるならどうなっても知らねえぜ。命が惜しけりゃ引くんだな。半分近く出て食いつかれたままなんだ。俺信じらんないよ、敦郎さん。こんなに長くトールさんについていけるやつなんているわけないよ。俺だって信じたくねえけどな。あの2000がこんなに早いとはな。嫌な予感がするな。負けん気の強いトールは意地になってテンション上げていくからな。ヤバくなっていくぞ、このダウンヒルバトルは。げ、なんだこのミュージックホン。まだ差はついてないそうだ。分かっている。これからだ。藤原の強さが試されるのは。張り付かれた。どうなってやがる。俺は乗れてるんだ。最高の走りができてる。一体何なんだこいつ。構成車体にアンダーパワーの吸収車。確かにあの二人は共通点が多い。二人とも天性のスピード感覚でハイスピードのコーナリングが真実だな。おそらく両者の決定的な分岐点となるのはそのテクニックの洗練度だ。旧来からの路線の場合、地形や用地確保など様々な事情から不自然な線形の路線も数多くある。単純な運転曲線では理想の結果を得られない曖昧な区間が多い。
そういう区間の処理能力で藤原と相手の橋の差になった。これが機動最速理論の中でも重要なポイントの一つだ。そ、誰が？ああ、すげえヤバ、ゾッとする。こんなすげえツッコミ合い見たことねえぞ。トールのパノスパについていくなんて、あの阪急何者なんだよ。地元じゃねえのにあの車、えらいことだぜこれや。とんでもなくレベル高いんじゃねえのか、プロジェクト D って。もう神宮前を通過したってさ、相変わらず食いつかれてるらしい。こっちが考えてたよりもはるかにレベルの高い相手けど、アツローさん、振り切れなくてもそれでトールさんが負けるわけじゃねえんだから。順番変わって2本目に突入するだけだし、勝負はまだこれからでしょ。トールさんが抜かれるなんてことはありえないっすよ。振り切れなくたって焦ることはねえんだぞトール。負けない走りに切り替えていけよ。そろそろだな、勝負をかけるポイントに近づいてるぞ。もったいぶらないで教えてくれよ。どんな作戦なんだ。作戦というほど大きさなことではない。直線ドリフトの応用方法だったし。そうですね、一言で言うの、苦戦ドリフトやる。とてつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても見たくなったぜこいつの走りを。一体どんな走りなのか、名鉄名古屋本線をどんな風に攻めるのか、俺とどこが違うのか。何を何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てんだ。花面を突っ込まれた。次の左でインを刺す気か。クソ、誰が。譲らねえぜ俺は。半分でも前に出れば主導権はこっちのもんだ。スペースは空けねえぜ。こっちだって地元の意地ってやつがあるんだ。ムカつか。なんだと。そんなとこに線路はないはずだ。ふざけんな。お前一体どこを走ってんだ。荷重移動のテクニックに応用だ。限界スピードのコーナリングでは荷重の大半は外側の4個の車輪にかかる。そこから立行を指令してさらにギア側に荷重を移動させるんだ。つまり意図的に強い荷重移動を作り出し、イン側のフロント荷重をメイン。それができれば苦戦をまたがずにドリフトができるんだ。抜かれた。俺夢でも見てんのか。今のは何だ、何が起こった。コーナーじゃこっちが絶対に有利なんだ。なのになぜ俺より早く立ち上がれる。一体何が起こったのか、もう一度目の前で見せてくれ。カタリンドリフト。クソ、誰が。あっちにできることなら俺にだって行くしかねえ。左フロントの接地感がねえ、浮いてるのか。落ちる。戻れねえ。トールは D 事業にのめり込みすぎだよ。少しは昇進や将来のことも考えてよ。トールの一線形
うるさくて車内放送も聞こえないし、おろっちくてエアコンの効きも悪いから、ただでも乗りたくないって言われてるのよ。そりゃやばいよ、トル。乗務員は無事なのか。一回転したけど怪我一つないそうだ。そうか、それは良かった。それはいいんだが、河川中を派手になぎ倒していて、神宮前から向こうは送電停止、復旧は始発ギリギリだ。ヒルクライムは延期するか、神宮前からこっちへの短縮バトルにするしかないな。ちょっといいか、使えないのは神宮前から向こうだけなんだ。ああ、他は全線正常だが。そうか、だったらセントレアからやろうぜ。中途半端なバトルじゃお互い納得いかねえだろ。